どうも、三浦です。いやー、最近ですね、私、一大決心をしまして、今住んでいる家から、引っ越すことになりました。いやいやいや、今住んでいるところはね、あともうちょっとで2年。あともうちょっとで2年になるんで、ですね、2年経ってしまうと、更新料っていうやつがね、かかってきて、家賃の1ヶ月分余計に取られてしまうんですね。ということで、その更新料が発生する前に私はですね、新しい住所にちょっと羽ばたいていきたいなと思います。今住んでいるところに比べて、その部屋の数も増えるし、広くなるし、家賃も増えるし、あと何が一番大きいのかというとね、交通の便がめちゃくちゃ便利になりました。僕、最寄りの駅からだいたい徒歩で15分ぐらいのところに住んでいたんですけど、これがね、徒歩3分。しかも、京浜東北線っていう、東京に住んでる人だったら誰でも知っているような、結構でかいね、JR があるんですけど、そこの近くですね。もう便利すぎてね、笑いが止まらない。まあ、ちょっとね、余計な無駄話はいいとして、イベントをやっていきましょうか。ね。前回はこのプラチナ鬼を仲間にするガチャを回してね、めでたくプラチナ鬼を仲間にしました。ただこのマネーの方がですね、ダダ滑りしましたけど。これかな？新しいの。チョコモニャンレースバトル。ファンタジーな世界からやってきたチョコボニャンと協力して、レースバトルに参加しましょうというこれ。プラチナ鬼もゲットできるんだね。あとギサールの野菜。ギサールの野菜？これキャベツじゃん、普通に。あとチョコボニャンか。なるほど、なるほど。10月3日からできていたんですね。1週間遅れで僕やってますね。さあ、これ一体どういうことなの、これ。まあ、ちょっとやってみた方が早いな。あ、なるほど、こういう感じね。なんか始まったけど。おいおい、ここだけはみ込んじゃねえかよ。これどういうレースなんですか、これ。あれじゃないの、なんか、まんじゅう争奪戦みたいなやつあったけどさ、あれと変わんないんじゃないの。ここは、ノランポニー峡谷というところみたいですね。このノランポニーのこの後のね、この峡谷。峡谷で合ってんだよね。これ漢字読めなかったらちょっと恥ずかしかったなー。でも大丈夫。俺大人ですからね。これぐらいの漢字だったら、もうペラペラですよ。雰囲気ありますねー。まさにザ・西部劇。あそこにはポニーがいますよ。かわいいでウィス。おや、何やら向こうが騒がしいですね。様子を見に行っていきましょうか。ということで、これ長そうだな。あ、レース、こっからレースが始まるんだね。どんな感じになってんだろう。そしてこれ。あ、なるほど、時間内にゴールしなさいよっていうのがレースなんだね。このさ、あれだよね。またお金を使わせようとしてるな。もう大変けしからん。ということで、とりあえずここまではですね、ここ。ここまでは普通にバトルなんで。まあ普通にね、編集でカットしていきましょう。さあやっていく。ついに来たよ。かわいいチョコボニャンがいる。新しいね、これは。クエーギュエー、一体何の音ですか。お前たちはこんなところに何してるにゃー。この妖怪はチョコボニャンでウィスー。あ、ジバニャンじゃないんだね。チョコボの上にジバニャンが乗ってるわけじゃないんだね。なんだかすごい一体感ですねー。まるでこれ一つでね、一つの妖怪みたいな。くえー、そんなことより一緒にレースに参加しようにゃん。仲間は多い方がいいにゃん。ほら、もうすぐ始まるにゃんよ。やってやろうじゃないの。急な展開ですが、せっかくですし参加してみましょうか。これ一体何なんだろうね。ちょっとやってみないと分かんないな。
ちょっと、なんか始まってんだけど。ちょっと。普段とはだいぶ違いますね。頑張って優勝するにゃんよ。すごい気合です。私たちも頑張りましょう。あ、始まった。全5問。全5問?全5問ってどうだい?プニーを10個以上消せ。にゃん。目の前に何か飛びてきたにゃん。このままではぶつかってしまいます。制限時間内にお題をクリアすれば壊せるかもしれません。あ、10秒ね。簡単なんだけど。簡単じゃねえかよ。危なかったです。なんとか成功できましたね。ぶつかってしまうとダメージを受けてしまいますよ。いかに早く成功するかでタイムが変わってきます。なるべく早く成功して最高タイムを目指しましょう。3コンボ以上。ちょっと。よかったよかった。だんだん難しくなってくる。プニーは13コン以上。ちょっと。ノンストップだね。ダメージ500以上。ほら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 。よっしゃー。4コンボ以上。4コンボ以上。よっしゃー。あ、お疲れ様でした。簡単でした。まあまあ、まだ序の口だからね。だんだん難しくなってくるんだろうね。お、なんかゲットした。あららららら。あ、レースに、なるほどね。あ、そういうことね。なるほど。じゃあちょっとやっていこうか。ちょっと編集でカットしようかなと思ったんだけど、せっかくだからやっていこう。始まった。全5問。サイズ7以上のデカバニ。やべえ。いや、それちょっと難しいかもしれない。そういうの苦手。すげえロースした。プラチナプラチナ。おっしゃ、合計800。こういうの得意。おらおらおら。よっしゃ、プニを19以上。いいよいいよ。サイズ9以上。まずい。おし、これでいいじゃん。危ねえ。いや、で、たまたまでっかいプニがあったからね、よかったけど。いやー、ちょっと今回は一番最初のサイズ7以上のデカプニを作れで、ちょっとね、結構もたもたしちゃった。いや、これちょっと他人と比べることはできないから、僕はちょっとどの位置にいるのか分かんないな。来た来た来た。あ、レース3。いやー、どんどん難しくなっていくんだろうね。ステージ3。始まった。5コンボ。いや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 、こういうのはいい。おらー、プニは19以上。おらー、よっしゃ、必殺。じゃ、とりあえず貯めなきゃいけないんだね。おらおら、早く溜まって。よっしゃー、これいいのかな?成功!よーっと、やばい!うわぁ!やべ!消しちゃった!バカ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 !おっしゃ!いや、ちょっと反則かな?ちょっとみんなから見て反則かなって思った。ちょっとデカプニを作る妖怪だらけだからね。お、1分13秒だって。ゴール。あ、60。ちょっと待って、全体で64。
え、全体で64って相当すごいんじゃない？嘘嘘嘘！え、なんかの間違いかな？ちょっと待って、俺初めてなんだけど、100駅行ったこと自体が初めてなんですけど、全体ってこれ全国ランキングだよね。そうだよね。おうおう、ちょっと待ってよ。1位から50位の、このアイテムの豪華さ。プラチナオス、プラチナオスじゃねえや。プラチナオにパス。ドリームガッシャー回す必要なかったじゃん。クエクエいい感じにゃん。もう少しで豪華ご褒美ゲットにゃん。ありがとうございます。あ、なるほど。あ、ちょっと戻りたくなかったよ。ちょっと待って、今戻りたくなかったよ。これどこまで続いてるんだろうね。あ、ここでまたレースがあって、次へ。なるほど。まだまだ先は遠いということなんだね。うん。いやー、ちょっとね、今、深夜、12時。深夜って、自分の名前じゃないですよ。夜中の12時をちょっと超えてしまったんで、まあ、ここで一旦おしまいにしたいなと思います。まあ、次はね、明日朝起きてからやろうかな。はい、ご視聴ありがとうございました。